義経北行伝説は北海道にたくさん残されています。ここ岩内町にも義経北行伝説が残されています。義経が奥州平泉の鬼怒川の合戦に敗れた後、難を逃れて北海道へ渡り、その後この地までやってきたというものです。旅の途中、雷電岬で休息を取った際に腰の刀が邪魔になった弁慶は、自慢の力で雷電岬の岩をひねって太刀をかけというもので、弁慶の刀掛け岩と呼ばれています。もちろんそんなことは無理です。弁慶の刀掛け岩のある雷電海岸は、日本海の荒波が作り出した荒々しい断崖、絶壁や奇岩が連続するところです。その中でも第一級の奇岩に義経の従者であった弁慶にあやかり、弁慶の刀掛け岩と名付けたのでしょうね。Thank you.
光院様及び岩内神社様、画像の提供ありがとうございました。寺院と神社を一緒に取り上げる初の試みはいかがだったでしょうか。私は普段神社の御朱印回りをしていますが、寺院のお参り機会はあまりないのでとても新鮮でした。神社と寺院で御朱印をいただく際には同じ御朱印帳は使用しないでくださいね。寺院用、神社用に用意するか書き置きの御朱印をいただいてくださいね。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドをお願いします。チャンネル登録とグッドが増えると更新の気力が全回復します。では次回の動画でお会いしましょう。